はいどうも、ゆきともです。今回はラノベ原作のアニメ最新情報が発表されたので、速報で動画をお届けします。1月4日に GA 文庫 GA ノベル2022新春アニメ祭りというスペシャルイベントが開催していたんですが、そこで大量のアニメ情報が発表されました。冬アニメで放送されるアニメ化作品の情報も多かったんですが、新アニメ化も発表されていますので、今回はそちらを中心に語っていこうと思います。今回新規で発表されたのがこちら。お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件、アニメ化決定ということで、いやーついに来ましたね。いつ来るんだ、いつ来るんだと、もう1年以上言っていた気もしますが、ようやく来てくれました。なんならね、去年の今ぐらいにやっていた GA フェスで発表されるかなと思っていたので、1年は待っていましたね。しかも嬉しいことにティザービジュアルだけではなく PV も公開されています。公式動画のリンクは概要欄に貼っておきましたので、詳しくはそちらの方をチェックしてみてください。1話の一部抜粋って感じの PV でしたが、動くマヒルたちが見れて感無量ですね。作画に関しては個人的には旧大点かなといった感じでした。そもそもが動きが激しい原作ではありませんので、キャラデザがしっかりしているか、雰囲気が良いのかって部分が重要ですかね。アニメ制作はプロジェクトナンバー9が担当ということで、ラノベ原作はかなりアニメ化しているスタジオではありますね。去年だと弱キャラ友崎くんとか、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うなんかも担当しています。突出した凄みっていう部分だと、正直ね、少し弱い気もするんですが、安定感は悪くないスタジオだと思います。ただね、ちょっと脚本部分で不満に感じるところもね、若干あるスタジオではあるので、そこら辺がどうなるのかってところでしょうかね。すでにスタッフも発表されているので、アニメに詳しい人はそこら辺どう思うのかコメントで書いていってもらえると嬉しいです。お隣の天使様は最近のラノベ界隈で増えているお隣様系ラブコメの火付け役って感じの作品なので、アニメ化がどうなるのかは結構重要な気がします。ただね、アニメ化結構難しそうだなっていう風にも思うんですよね。良くも悪くも主人公とヒロインの日常を丁寧に描いていく物語で、劇的なイベントとかはほとんどないので、そこをアニメでどう映像化するのかが気になります。文章で感じられるあの空気感をアニメでうまく表現してくれることを祈るしかないですね。あとはやっぱりね、ヒロインのマヒルがどれだけ可愛いかが重要ですね。このラノのヒロイン部門では堂々1位になるくらい人気の高いヒロインなので、そこに全てがかかっていると言っても過言じゃないでしょう。奥ゆかしい美少女ってだけじゃない、時々チラッと見せる攻めっ気みたいな部分もうまくアニメにしてほしいですよね。ワンクールでもね、そこそこの部分まで描けると思いますので、どういう脚本になるのか注目です。お隣の天使様がアニメね、成功すれば、さらに純愛ラノベブームが加速する可能性もあるので、ラノベ界隈的にも注目だと思います。PV が出ているところを見ると、おそらくは2020年内のうちに放送になるんじゃないかなと思います。タイミング的には秋アニメとかなんですかね。そこら辺はね、続報を待ちたいところです。それと今回のイベントで他のアニメ化情報も発表になったので、合わせて軽くチェックしていきましょう。まずはこちら、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになっていましたのアニメ第2期が決定しました。2021年の4月に放送になりましたが、アニメ2期が来たのは意外でしたね。正直予想していませんでした。さらにアニメの放送時期の発表としては、処刑少女のバージンロードが2022年春からと発表されました。ここら辺はある程度予想通りかなって感じですね。さらに断末4期ですが、こちらは放送時期の情報としては更新なしで2022年という部分までになっていました。ティザービジュアルが公開されましたけど、せめてね、2022年のいつ頃放送かっていうのは発表してほしかったですかね。それと転生賢者の異世界ライフも2022年放送だと発表されています。これもタイミング的には、年内ってことは分かっていたので、って感じですかね。以上が GA 文庫 GA ノベルのアニメ関連情報になっています。個人的には、引きこもり吸血鬼のモンモンとか、アニメ化発表来てほしかったなーっていう気もしますね。しかしね、GA 文庫は冬アニメもね、いろいろ放送となりますし、2022年はアニメ化ラッシュの年になりそうです。ひとまずね、冬アニメを楽しみにしつつ、新アニメ化情報が出てきましたら、またね、動画にしてまとめていこうと思います。ぜひね、今回の発表で、感想などありましたら、コメント欄に書き込んでいってください。それでは本動画はここまで。また次の動画で会いましょう。さよなら。